えー、こんにちは。今回は心身喪失状態ということで、舞姫大学のまいさんから、まいまいさんじゃない、奈美さんからね、ご連絡いただきました。ありがとうございます。今回の事件はですね、法律の限界ということですね。まあ、法律っていうのは、当事者ではない、全くの赤の他人、第三者が、今までの判例を積み重ねたものの中から、平均値を出すという意味でね、判決を下すものです。まあ、ですんで、 被害者の感情に寄り添ったものではとてもないと私は思いますねもちろんたまにですよたまに被害者感情に沿った判決を出す裁判長もいらっしゃいますでもそれは稀なんですよどちらかというと自分が判決を下す時に裁判長はそこの寄り所が自分の判断ではなくて今までの判例の積み重ね要するに過去の裁判長の決断を元に出したという二重の意味でこれは自分の保身をしてるんですよね 一つは今までの裁判長の決断を尊重するという意味で自分の責任を投げているわけですよねもう一つは今までの判例とは違って被害者の側に立つことによって感情移入してそこで被害者感情と加害者状況との均衡を失うってことへの怖さですよねでも私はね加害者よりも被害者の人権の方がぐっと重いと思います これは多くの方があまり言わないことだと思いますけども加害者の権利が守られて被害者の失われた権利が軽んじられていいことはないと思いますですのでもはやですね同等や平等っていうのはここにはなくて加害者が一方的に悪であり被害者は最も救済されなければならないそんな立場だと思いますねその前提に立った裁判を私は望みますそこまでいいかないと 法律ってのは機能しないと思うんですよね。まの、あ、で,でこれから私たちはこういった法律の限界にもっともっと挑戦していって声を上げることによってその均衡をぶち破らないといけないかなと思いますねちょっと抽象的なことになりましたんでここからは私の考えをもうちょっとね具体的に申し上げますまず一つは人間は罪を犯すそういった生き物ですその時に反省や謝罪は絶対必要なんですよこれがでできない人は、すでに、 もう公正のチャンスがないと見なしてこの社会から放り投げないといけないかなと思うぐらいですそれこそ反省も謝罪もないそんな加害者の人権は剥奪してよろしいかなと思いますねでも謝罪や反省をすれば済むというものでもないのもまた事実です心からの謝罪心からの反省をしたところで許されない罪は存在しますですので、そういうい時にもも、謝罪や反省はあっても 加害者の権利はもうありませんよという。そんな判決も出さないといけないのかなと思うんですよね。でも今、法律っていうのはそこまで極端にはなれないですよね。でもかつて、この日本で、そして世界で、こういった判決や判断が、裁判が不当に行われた例はいくらでもあります。例えば、お金持ちや権力者の犯罪は見過ごされていた。それに比べて、貧困者の犯罪は 重罪とされていたり魔女裁判のように全く罪のない人間を落とし入れて財産を分取る目的で裁判を行ってきた例、これはいくらでもあるわけですよですので判例というものがねもし裁判の主義に根底にあるんだとしたらこういったところまで掘り込んでいくと裁判っていうのは不公平な判決を出すものというふうな欠陥を認めざるを得ないと思うんですよねですのでますますこれから 裁判は進化していいくべきだと思いますさあそれでね私が今言ったのは人間謝れない人間は最低だでも謝って済むことばかりではないよっていう現実が私たちに知らされていることだと思いますえそして心身喪失状態これはですねすでにもう罪だと言ってもいいかもしれませんこれはね個人的に悪いことだと言ってるわけじゃないんですよでも社会で生きるためには心身喪失状態の人が あっっっちちちももこいると社会活動でできなくなくゃうんですよ。例えば重要な契約をしました慎重に事を進めないといけないその時に心神喪失状態だからこの契約はね成り立ちませんよっていうふうにいつ言われるか分かんない状態では契約にならないわけですよまだ他にもあります人の生命を救うべき仕事っていうのが世の中にありますよね例えばお医者さんもそうです手術中に心身喪失状態になりそうな人そんなドクターに 命を任せらられるかっってて言ったらとても無理ですよね。飲食店、心身喪失状態で飲食店でね何かオーダーをしました心身喪失状態のシェフなり盛り付けのバイトがなんか異物を混入させてお客さんがね食べたら中からなんかガラス片が出てきたみたいなねこんな恐ろしいことも容認されてしまうってことなんですよですんでどう公平に見ても心身喪失状態の怪ががある人っていうのができること関われる社会っていうのは 限らざるを得なないいのかなと思いますつまりは心身喪失状態の人をあまりにも肯定しすぎると社会は壊れていくんですよねでこれはだから個人的感情抜きにして心身喪失状態の人が自分の身内にいたらその社会は嫌だなと思うんだけどもでも客観に見てね客観的に見て心身喪失状態の人がこうやって人を殺すとこまで行っちゃうってことを考えるとこれはね何らかの措置を行うのかそれとも社会から排除して隔離するしかないのかなと思うところもあります。 それこそこの前ね、ジョーカーみたいな人が出てきましたけども、人を殺して死刑になろうと思ったみたいなね、そんな発想がある人ってのが、まさに心身喪失状態の人のの人一つの例なんですよ。もちろん、軽度の心身喪失状態、何かのケアをすれば、その人がね、穏やかになるってことも考えられますので、そこにはね、一定の猶予を設けなくてはいけないと思いますけども、ただ、その猶予の間に、失われていく被害者の人生、そして悲しみっていうことを考えたら、 うーんどうなんでしょうね単純に人の人生っていうのは差し引きで考えられるものではありませんけどもでも心身喪失状態の人がこの世に放たれている無罪となって人を殺した人でもあっちもこっちもいるよっていう現実は私たち共通の概念としてとても受け入れられるものではないのかなと思っちゃいますよね。はい、それでね奈美さんも一定のこう被害を受けた例 交通事故の例をお話しくださいました私ならどうするってことですけどもまあ交通事故程度ならって言ったらあれですけどもねうん交通事故の問題で加害者が全く弁済能力がなかったりこちらの方に相手を追求するために時間や経費やエネルギーをかけないといけないってことになるとさすがにねもういいかって思うところあると思いますですのでそこは程度の差なんですけどもなんとか自力で回復できるようなね 被害ならば、泣き寝入りをすることが、うん、より自分の人生を進めることだっていうふうに判断することもあります。ただ、私も言ってみれば、心身喪失状態にあるかもしれません。例えば、自分の家族が傷つけられたとかね、まあ、害されてしまったとか、何らかの不利益を被った時は、私は、進んで心身喪失状態になることを選びますね。それどういうことかっていうと、私はね、最終的には法律ではなくて、個人の感情、自分の感情が優先される人間なんですよ。 つまりは暴力で最後は復讐をするつもりですね。そういう時には。そういう恐ろしさを私自身も秘めているんで。ですんで、なるべくね、争いに巻き込まれないように隠居暮らしをして、必要最小限の人としか関わらないようにしてるんですよね。以前はたくさんの人と関わることを、私はやってました。ビジネスをしていくためにね、たくさんの人と関わっていこうと思いましたけども、今ちょっと考えているのは、多くの人の不都合や不利益、 こういったものに耳を傾けていときになぜかね、私の方にその恨みが向くことがあるんではないかなと思っているところがあったんですよね。逆恨みってやついすよげなこともねあるかと思います。一人の間はそれでもよかったんですけども家族がいる今の立場としては私には何かねあの復讐ができないとして私の家族にそれが及ぶことがね恐ろしいかなと思いますね。 まあですので私の場合は最終的には、まあ、法律もクソもないってやつですよね自分の感情を優先させてそれこそねあの道連れにして心中するつもりでそういった犯罪には立ち向かっていく腹はくくれてるかなってことですもうね個人的恨みが話せるならその後の人生なんてねくれてやるみたいな感じですよね <laughs> とっても危ない考えだと思いますけどもでも家族が傷つけられて 泣き寝入りをするぐらいならその後の人生なんてねもう嘘だと思うんですよ <laughs> 表現をね私流に言えばその後の人生なんてクソだと思いますね <laughs> 家族が害されてねまあいいじゃないかみたいに思いませんし例えばこの前何て言うんですかね池袋暴走事故ってあったじゃないですかもうあんなのでね無罪を求めて被告が裁判を起こしていたら私はねのー 加害者のお宅に殴り込んでいくもしくはマンションに住んで警備が厳重ならマンション爆破するぐらいのつもりでもう巻き添いをね厭わないぐらいのね <laughs> そんな気持ちにもなりますねうんだから人の感情っていうのはそういうふうに抑えられないところがあるつまり心神喪失状態っていうのは誰もが持っていることなんじゃないかなと思うんですよだからこそ教育や潜在能力ですかそちらの方のケアによって 心身創始状態ってものが発動しないように努めていかなくてはならないですし普段の暮らしを平穏で安定に富んだものにしないといけないつまり今ね、ロスジェネ世代がもうね救いようのないような状態になっていまして社会保障は負担させられる要するに税は取られるけどもでもロスジェネ世代の年金なり社会保障は打ち切られる可能性が非常に高いんですよ生活保護すら却下される可能性が高くなってきてるんですよね そう考えたら最後は自暴自棄になることも考えられるんですよ。でそういうことを考えるとやっぱり心身に掃除状態は誰にでも起きうるかなと。会社が潰れてやけになる人もいますし、受験に失敗して飛び降りちゃう人もいますよね。家庭内暴力っていうのがありましたよね。金属バットで親兄弟をもうね、ぶん殴りまくるみたいな。あれも心身に掃除状態だと思いますので、もう彼女に振られたとかね。会社がクビになったとかね。なんか言ってみれば些細なことで、 心身喪失状態が周りの人への攻撃に向かうことを誰もが思ってると思うんですよ。だからそうならないように家庭教育なり自己育成なりが非常に大事なのかなと。つまり物質が持たされて今私たちは心の時代に入ったんじゃないかなと思うんですよ。昭和の20年代30年代っていうのはみんなが貧しかったんで自分が貧しくてもねそんなに気にならなかったんですけども今は格差が広がってきて うまくいってる人とうまくいかない人の差がものすごく激しいんですよねだからやけになる人ってのがより生まれやすい環境にいるんじゃないかなまたですね二極化の成功者の位置にいる人が何かの機会で転落した時に心身失踪状態も起きやすいんじゃないかなと思いますので勝ち組だからといって勝てているわけではないってことなのかなと思います はいろいろとね、えー、申し上げましたところではね、あのー、話す内容によってはねちょっとね怖いことも言ったかもしれませんけども結論ね心心身一状態は誰もが抱えている心の闇なんではなないいかなと思います,、まあ、ですんで社会生活を送ってみんな,となみんなと仲良くやっていこうと思うとその心の闇をね過ごしても早く治療していくケアしていってそういった心の魔物が起き上がらないように。 していくく人生を送るのがすごく大事かなと思いますよね、まあそのためにねあの犯罪的なあ、まあ、ストーリーですとか創作物ですとか漫画とかね映画とかにはあんまり触れない方がいいのかなと先日のなんかねジョーカーを扮した例でもいわゆるジョーカーっていうね悪の象徴が自分の心に根付いて 感化されちゃったってところもあると思うんですよ、うん、だから私はねやっぱりこう日本映画ですかほのぼのとしたね家族愛を語るようなねヒューマンドラマが好きですねでそういう過程を作ろうと思ってますしねということで長くなりましたけどもそんな感じですちょっとまとまりのないことだったかもしれませんけども、うん、心身喪失状態は誰もが持ってるんだよ特別なことじゃないんだよということとその程度には差があるだからこそ 心身、疾走状態をケアできるような体制を、まあ、社会ももちろんですけども、家庭の中に持っていかないといけないのかなっていうところですよね。そして、誤って済むことばかりではない。でも、誤れない人は最低だというところもあります。いろいろと言いましたけども、怖いですね、本当にね。何なんでしょうね、今の世の中ね。 じゃ、すみません。この辺にしときましょうか。ただ長くなるだけになっちゃいますんで。ありがとうございました。失礼します。ナミさん、事件でした。